はいどうも、なおちんです。さあ今日はドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあついにダウンロードコンテンツ第1弾が来ます。5月26日だね。あと数日で来るんだけども、俺の装備とかが全然ないんですよ。一度データが全部消えて、最初から始めたんですけども、まだねちょっとレベルを上げきってない。主人公以外はマックスまで上がってるんですけども、主人公のレベルがこういう感じです。レンジャーだけは68だけども、あとがちょっと弱い。でさっきバトルマスターを取ってきたのよ。ようやく全部、縛りプレイでやってたのでバトルマスター取れなかったんだよね。それを取ってきました。でさらに縛りプレイで防具が装備できなかったんで、何にも持ってないのよ。何にも持ってない。なので、とりあえず、装備を集めよう。うん。新しくね、ダウンロードコンテンツで次に行くならば、装備は絶対必要なので、装備を集める。そして、多分レンジャーが一番いいかな。無難だろうな。レンジャーのレベルを70までする。それをとりあえず今日は片付けてしまおう。いやこれマジで時間かかるな。レシピ集めたり素材集めたりがものすごいかかる。あ、そうか、レベル70じゃないと作れないのか。そうだ、レシピは取ったけども、あーなるほどね。そうか、はいはい。まあまあ、70になってから武器はしましょう。防具は、確か70じゃないよね。盾はまあ無理だけども、他のやつはいけるよな。いけるね。うん、OK。さすらいも作れる。でもさすらい、で、まあまあ一応作るか。とりあえず、全体的に作っていきますね。いやーめちゃくちゃ時間かかるね。こんなにかかるとは思わなかった。で一応バトルマスターはレベル70で、レンジャーも70まで上げました。他のキャラクターがまだ上げきらんね。多分全部を70にしようとするとあと10時間はかかるだろうね。うん、こりゃ時間かかるこれデータ消えたのほんと痛いな。で装備ですけども、まあ一応西欧の武器に、弓道者でしょ。でこれも大丈夫で、さすらいでこっちもできた。で、あ、大賢者のローブか。あれがね、スライムゼリーか、スライムゼリーが残り10個ぐらいなんだけど全然出ない。あれは出ないな。でラグアスは聖騎士を装備させました。で西洋装備だね。まあとりあえずダストンの武器を作り上げて、今日は終わりたいと思います。いやもう半日以上してるよ。半日以上やってるからね、こりゃ時間かかる。でハンマーを2つ作ります。西洋のハンマーか。で、これでダストンも装備できるし、バトマスでも装備できるんで、これは2つ作っといて損はないです。いや、3つ作っていいかな。うん、素材集めて3つ作るかな。うん、で、このね、武器作りも、まあ、覚えてるね。2回火力上げをして、で、ある程度まで乱れ打ちをした後に、3倍打ちで調整していくっていう感じだよね。わお。一発で、結構できてきてるので。あー、やばい！あ！あぶねえ！あぶねえ！これで行き過ぎること、結構、あー！行き過ぎた！オッケー！必殺技出ないかな？必殺技が出てくれれば嬉しいんだけど、あ、これ2倍じゃちょっと行き過ぎるな。
あっぶれ。でここも上下でいくか。どうだ、ちょっといいか、微妙だな。なかなかいい。まあここは仕方ねえか。2回目は大成功しましたね。武器はやっぱプラス3がいいんで、ちょっと打ち直そうかな。 OK でしょう。打ち直しも完成です。それではとりあえずの強化はできました、装備プラス3だね。あとアクセか、アクセサリーだな。中性のチョーカーと、あと何だったっけ、魔力が上がるやつ、それも作りたいね。いやまだ時間かかるな。でこっちもプラス3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 だね。あちょっと待って、あ、メテオエージもあるね。作ってたね。OK。そうだね。あと、アクセサリーを少しと、あとは、レベルだね。そうね。やっぱり、26日、ダウンロードコンテンツが来るまでには、全部70までしたいな。まあ、とりあえず、次の配信までになんとかね、レベルマックス全員まで持っていきたいと思います。ちょっと頑張ってみますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。